おはようございます。えーえー、こんばんは。あーえー、まさトです。えー、ミクトマンフレッテ。えー、今日はこの、えー、 えー、ダ,ダ,ダニエル書の三章から、えー、ネブカルネザル王が金の像を作って、それを拝みなさいと言われたけど、えー、このエ,、えー、エ,ルエルサイムから星に来た三人の、えー、方は拝みませんでした。えーえー、このこと書いてありますね。えー、シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカルザル王に行った。 私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もし、えー、そうなれば私たちの、えー、使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。おうよお、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかし、えー、もしそうでなくてもおうよ、ご承知ください、えー。私たちはあなたの神々に使えず、あなたがお立て、お立てて。 あなたが建てた金の像を拝むこともしません。えー、感謝いたします。えー、私の歩むべき信仰、えー、の模範を示してくださいました。えー、この、ネブカ手ネザル王の、この強制にも圧迫せずに、えー、金の像を拝むこともしませんでした。えー、もし、えー、そうでなくても、本当に命を懸けた、この、三人の、 おえー、クリシャンに感謝いたします、えー。私もそうありたいと願うものです。えー、マスタートです。マスタートの YouTube チャンネル登録またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。えー、マスタートでした。シ上げです。パッションプレゼン。シャロム、シャロム、シャロム。